マナセはユダヤ人男性の名。ヘブライ語で忘れさせる者の意の。旧約聖書の登場人物としてのマナセは以下の通りとなっている。ヨセフの長子でヤコブの孫。本校で聖述する。マナセ南王国ユダの第十四代の王。パハトモアブの子とハシュムの子。共に補修中に違法人の女と結婚し、帰還後には、 エズラの勧めによって離婚した。ユディトの夫。同族、同じ家系の裕福な男性で、麦のり入れの際、日射病に倒れて寝込んだ末に死亡した。イスラエル部族の領地マナセは、ヨセフの長子で、ヤコブの孫。弟はエフライム。母親は、エジプトの恩の妻子ポティフェラの娘アセテナ。ヨセフは、神が、私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせて、くださったので。 マナセと名付けた。ヤコブはマナセを祝福し、この子も一つの民となり、大きくなるであろうと言った。マナセはアラム人のそばめによって子孫を儲けた。ヨセフは長生きして、マナセの子、マキルを見ることができた。こうしてマナセは、イスラエルの十二部族の一つ、マナセ族の先祖となった。イスラエルの部族で、失われた十四族の一氏族、ヨセフの子マナセを祖とする。 ヤコブが祝福を与えた際、手を交差して、エフライムを長子とし、マナセを爺に置いた。これは、マナセ族がエフライム族より小さな役割を果たすことを示していると考えられる。マナセ族は7家族からなり、イスラエル人がエジプトから出た約1年後の調査では、20歳を超えた男子は32,200人であった。約40年後、 荒野で、モーセによって数えられた人数は52,700人で、あり、エフライム族の数を上回っていた。荒野においては、マナセ族は、ペダツルの、コガムリエルの指導者によって、エフライム族とベニヤ民族と共に西側に宿営を、張った。モーセは、ヨルダン川の東側の領域のヘッシュボンの、オーシホンとバシャンの王、オグの国を滅ぼした後、その征服した土地を、 ヨルダン川の西側の領地を征服する戦いにも参加するという条件付きで、ルベン族とガド族とマナセ族の各部族に与えられた。その際、ギレアドの土地とバシャンの全土はマナセ族に与えられた。残りの半部族はヨルダン川の西側の領域で、西は地中海、南はエフライムに、北はアシェルに、東はイサカルに接していた。また、死業の土地として、 ベトシェアン、イブレアム、ドル、エンドル、タナク、メギゴト、周辺都市を与えられた。シシギデオンは、マナセ族の出身であった。ダビデがツイクラグにいたとき、マナセ族の先人体の長の幾人かが彼の味方について、ヨルダン側の西側から1万8000人が、東側から何千人ものマナセ族がやってきて、ダビデをイスラエルの王に立てた。後に、偶像礼拝に傾き、 東側のマナセ族は、アッシリアのオーティグラトピレセル参成によって、補い衆された。ラテン文字本字、メンアッシュシェイ。ありがとうございます。